始まりました。ブリッドチャンネル。ハロー、サスケです。あ、ご元気だ。結果発表。よいしょー。何の結果発表かと言いますと、12月半ばにメンバー9人が動画の企画を考えて、それを実行して動画にするというものだったんですけども、25日になった瞬間まで再生回数を競うということで、はい、その結果が出ました。発表したいと思います。9人の中で1位になるとレギュラー、そしてビリになってしまうと脱退。この脱退っていうのは期間限定で、1月1日から1月の31日の間動画に出ないと。そうです。はい、1月中はずっと出れないってことなんで。そうですね、見ることはできません。声とかも一切なしです。ツイッターにも出てこないですか？ツイッターはもうやってますからね。それはまあまあ50人っていう感じなんですけども、はい、12時になった瞬間、再生回数を全て私がこちらの方にスクショして結果を残してますので、ランキング順に発表したいと思います。あ、全員。そうですね。で、最下位の発表だけじゃなくて順位を出すわけですね。はい、はい、まず第1位の発表しましょう。はい、第1位、太食い動画の渡りです。太食い1位。再生回数36,170回となりました。おめでとうございます。すごい。これで渡里さんは晴れてね。渡里さんレギュラー大丈夫？1月中のレギュラーです。あ、レギュラーも期間限定なの？そうです。企画大会で1位を取ったという称号をもらえるみたいなところがありますよね。それでは第2位の発表です。第2位、占いでラッキーカラーを決めてスクラッチをする動画を上げたアゴキングさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。再生回数32,812回です。ちょっとだけ差があるんだね。渡里さんと、いやちょっとどころじゃないですよ、渡里さんと比べたら4000回ぐらいあるから結構だよね。ありがとうございます。体張っただけあるよね。あとやっぱ一番最初に上げた動画っていうのが大きい。圧倒的より。それでは第3位です。お湯以外でカップラーメンを作ったら何が一番美味しいかという動画を作ったしょうちゃんでございます。再生回数32,382回です。すごい近くない？俺と。そう、でも500ぐらい。それこそ俺としょうちゃんなんか1週間近く差あったよね。うん、だからもうしょうちゃんがトップバッターだったら、もしかしたら太食いをも抜いてた可能性ある。あるね。あ、だから順番って結構ね大事だったね。やっぱね、大事でしたね。それでは第4位、タイキックを蹴られているのは誰だの動画を上げたお団子。再生回数23,051回です。でもこれもさ、急上昇に乗ったから。そうだね、まさか乗るとは思わなかったよね。うん。第5位です。お茶とデスソースをすり替えたら助けさん。よかったね。よかった。再生回数22,857回。第6位です。パンチングマシーンで記録更新どんぐり。再生回数21,069回です。しかもパンチングマシーン確か俺の次だったから2日目に上げてた動画だよね。早めでよかったね。よかったかもね。最終日だったら危なかったかもしれないね。今これで6終わった。あと3人。第7位の発表です。初めてのお手をさせた時の反応、伊藤先生。うわー、ハメ太郎ね。再生回数17,649回です。これも急上昇に乗ったし、で最終日でここまでっていうのは結構やっぱ素晴らしいんじゃないですかね。ポロシャツとクマケンの2人が残りましたね。それでは第8位の発表です。これを発表しちゃうと、もうビリはおのずと分かるということです。呼ばれなかった方がビリということですね。第8位は、ホームラン打てるまで帰れません。ポロシャツ、おめでとうございます。再生回数16,141回です。ということは、でもまだね、同率って可能性まだありますから。いや、あるの、同じ再生回数だったら、再生回数が一緒という、そうそう、奇跡があるかもしれない。それでは残念ながら、お、残念ながら奇跡起きなかった。最下位になってしまったのは、シリに関西弁は通じるのか、クマケンさんです。再生回数15,667回でした。え、めっちゃ近くない？近いですね。1000ない、1000ない、ないですね、500。うーわ、今どんな気持ちなんだろうね、くまけんさん。一度その報告をしなければいけないので、今からちょっと電話をしてですね、ちょっと伝えたいと思います。もしもし。はいはい。あ、今大丈夫でしょうか？うん、大丈夫。順位が出ました。ついに。くまけんさん、はい、脱退です。分かってたわあ、もう結果自分で見てた。なんとなく分かってたわ。もうこれも仕方ない、ね、声とかガヤはもう全力でやっていこうと思いますし、はい、あ、それなんですけども、それもなしになりました。ええ、なしてよ、ほんま
2月から普通に出れますから1ヶ月またしっかり鍛えておきます。待っている方もいらっしゃると思うんですよ、2月にね。そうですよね、はい、そういう方々に向けて一言いいでしょうか。はい、こういう結果になってしまいまして申し訳ございませんということでお詫びを申し上げます。そしてまた2月からね元気な熊犬を見せれたらなと思いますので、それまで本当に僕を楽しみにしていただいている方もう少しだけちょっとお待ちいただけたらなと思います。よろしくお願いします。またね。あ、本日ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、こういう結果になりましたけども、熊犬が一生出ないっていうわけではないので、これからもよろしくお願いいたします。します。はい、もっと2018年は攻めて攻めて攻めるプリートチャンネルをねお見せできればいいなと思います。それでは熊犬さん、お疲れ様でした。また2月にお会いしましょう。さよなら。さよなら。質問コーナーにお答えください。タイムマシン作ってください。合格になる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 合格にな